見えてきた。これが要か。やっぱりそうだったのね。ジル、ここにあるエーテルはまさか。ええ、そうよ。時の祭殿に近づいた時からずっと不思議だったの。なぜだかすごく懐かしいと感じていたから。懐かしいだって？ええ、そしてここに満ちるエーテルで確信したわ。水の民が出会った魔女は、時間凍結魔法フリーズを編み出したのはシヴァのドミナントだったのよ。そうか、時間凍結、全てを凍てつかせるシヴァの力か。おそらくそういうことでしょうね。でもここにはシヴァのものとも違うエーテルが。これは何？まるでシヴァに近づくものを阻むかのような強い意志を感じるわ。守護者といったところか。そうだとしても打ち倒すまでだ。こんなやつ見たことないぞ。どうやら要に近づかれたくないようだな。まだやるつもりか。倒さない限り要には近づけない。やるしかないようだな。
ったと伝える。あとはフリーズだな。頼んだぞ。ああ、ワレアスの周りだけを元に戻す。おい、全てじゃないのか。そんなことをすれば周囲の波浪壁も動き出してしまい、辺り一帯を飲み込みかねないからな。だからこそエーテルの流れを見極め
その一部だけを断ち切る必要があるんだ。風よ、光よ、水よ、そして大地よ、時の静寂に一縷のほころびをもたらさん。なんて量のエーテルだ。手伝うわ、答えて。もう一人の芝成功だ。ワレアスにつながるエーテルの筋を断ち切った。これであの子の時は徐々に。不浄の存在リヴァイアさん、人の手によって歪められた我が力の一端、人の自我が重ねた罪なれと、自ら時を止めたのであればと捨て置いてきたが、よもやミュトスが解き放つとはならば、その遺物の処分を何時に委ねるとしよう。さあ、汚れし獣の姿を見せるがよい。今のは。クライブ、これはアルテマ。なんだ、何が起きてる。恐れていたことが起きた。リヴァイアさんに権限したんだ。そんな、言っただろう、何とかしてみせると。お前たちはジョシアと合流して里を守ってくれ。ワレアスは俺が必ず助ける。さすがは伝説のリヴァイアさん、随分な暴れっぷりじゃないか。だがあまりシュラを心配させるな。家族の元へ帰ろう、ワレアス。
大丈夫だ。俺はお前の敵じゃない。なんて図体だ。少しばかり手荒に行くか。
存分にやるぞ。何を狙っている？何なんだこのエーテルは。止めさせてもらう。
イアさんの力なのか。なんて大きさだ。
やれやれ、この機関ボム。クライブ、無事か？ワレアス。こっちは散々だったぞ。クライブ、なんと礼を言えばいいか。おいおい、ほら、濡れたままにしておくとまずい。里に戻って休ませてやろう。着替えさせてやったらすぐにお眠だ。疲れていたんでしょうね。あれだけ暴れたらな。それよりこれからどうするつもりだ？ああ、この子への罪滅ぼしができればと思っている。罪滅ぼし。これまでこの子が奪われていたもの、皆に愛されながら健やかに育ち生きること、それを少しずつでも返していきたいんだ。ワレアスには自分の人生を思うままに生きてほしい。とはいえまだ赤ん坊だ。私が親代わりとなってしっかり育てるよ。それはいい。シュラが親ならさぞ立派な戦士になるだろうな。当たり前だ。シュラ、これでネプトの波浪壁を見守る役目は終わったはずだ。今のザンブレクが水の民を異端として扱うこともないだろう。これを機に外界へ出ることもできそうだが、何か考えはあるのか？ああ、いずれは里を開くことも考えているよ。ミラージュを維持しようにもこの里のクリスタルにだって限りがあるからな。だが今の情勢を考えるとまだ様子を見たいのが正直なところだ。そうか。もちろんあんたたちならいつでも歓迎するがね。それはありがたい。お前たちこそ何かあれば遠慮なく言ってくれ。俺たちはもう他人じゃない。できる限りの協力をさせてもらうよ。ありがとう、クライブ。私もこれまで以上に一族に尽くしていくよ。あんたは何かとてつもなく大きなことをしでかすつもりなんだろう。負けてられないさ。ああ、俺にはまだやるべきことがある。人が人として生きられる世界を作るためにな。それはまた大仕事だな。その世界に水の民やワレアスの居場所もあることを願ってるよ。
もちろんだ。約束する。あんたたちの行く先に常に水の恵みがあらんことを。本当に不思議な出来事ばかりだったわ。ああ、滅びたと言われる水の民、そして伝説のリヴァイアさんと出会うことになるなんて。ワレアスが権限する直前、アルテマの声が聞こえたんだ。奴は言っていた。リヴァイアさんは不浄の存在、その処分を俺に委ねると。そうか、ワレアスは水の民の先人によってリヴァイアさん本来の力をねじ曲げられていた。ああ、俺たちとは違う得意なドミナントだ。人の自我を罪とするアルテマにとって、そのことは奴自身の力、いや、この世界の断りを汚された感覚なんだろう。だからリヴァイアさんは不浄であり、忌むべき存在。触れることすら汚らわしいか。これまで俺たちの前にリヴァイアさんが現れなかったのも、それが理由なのかもしれないな。召喚獣の力は所詮アルテマの力の一端に過ぎない。一つや二つ欠けたところで器の完成に影響はないんだと思う。ふざけた真似を。水の民、彼らもまたクリスタルという存在に翻弄されてきた。これ以上断りに振り回されるのはごめんだ。アルテマとは必ず決着をつける。ワレアスのためにもこの世界を変えなければ。ええ、そうね。兄さん。ああ、行こう。よう、クライブ。何が必要なんだ。こいつなら敵なしだ。これでもっと良くなった。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。これを作るには素材が必要だ。